ラブちゃんは、爪と、はいはい、お口の中、はいはい、あとは元気食欲は全く問題変わってないって感じですね。はい、はいはい、レタスとかなんか青菜とかそういうもの食べるようになりましたね。なりました、なりました、はい、キャベツもね、はい、だけど同じものは毎日ダメです、はい、毎日日替わりメニューじゃないよかった。改善されたんで長生き。あの枯れ草みたいな草がありますでしょ、うん、あれもちゃんと食べます、うん、昔パンの耳とかね、そんなの下げねえ私学校で飼ってる時はそうだったんですよ。そういうもんだったんですけど、ね、給食の残り食べてたんですけどね、はい、そうなんですね。学校給食の残り食べさせられてたからさ、長生きしなかった。うん、歯はね、今はいいですね、これで。よかった、はい、ちょっと長いことは長いんですけど、まあ、ああ草いっぱい食べさせてください。はい、よいしょ、こっち。もう怖いですよ、このだんだんほらね、まあ、こっち耳の下はちょっと伸びてるかな。ああ前のウサギの二の舞になんないよ。あのラブちゃんみたいには滅多にならないと思う。耳の下はね少し伸びてます。そうですか。だから硬いものとかペレット食べれないとかなんかそんな、なんかちょっといつも食べてるものの食べる量が減ったら教えてください。はい、いやよく食べてますね、はい、シンシンもだからラブちゃんもね、はい、ももちゃんっていうワンワンワンちゃんにさっきありました、ありました、はいはい、もう14歳とか鮭になっちゃったんですけど、はいはい、じゃあ爪切ってもらおうかな。お願いします。爪切り。はい、じゃあこれ見ててあの、はい、どう。Sorry? はい。あ、う映ってる。お母さんいるよ。うじゃないよ。うじゃない。うじゃありません。おりこくん。大変。うー。誕生日パーティーがゲーバーだったっていう。おおすごい。ゲーバーですごいとあんたじゃん。5歳でしたっけ。ああよかった。参りましたって。参りました。うちもブブ言わないね。あれいっぱいありますよ。ね、ブブ言わない。はい、お疲れ様です。ブブ言ってる。ねえ、頑張って。頑張って。すごい。でも、お利口だね、全然動かない。すごい、さすが神業。神業。うん、プロフェッショナル、震えてる。震えてる。素晴らしい。大きいのが大きい子、足震えてるね。ねえ、うちこのハサミを買ってね。とてもできないです。見てるだけ。ねえ。とてもこんなことはできない。挟んでみたけどね、挟んだだけだったね。とてもできない。さすが、さすが看護師さん。すごい。お疲れ様でした。お疲れ様です。すごい。はい。拝んでる。拝んでる。手がこんなになっちゃってる。ちょっと緊張してるね。拝んでる。緊張だね。すごい。今日はお教えます先生いらっしゃるの、うん、お目の先生、うん、あ、そう、水曜日だけ、水曜日、はい、学科は今、あの、何人スタッフがいらっしゃるんですか、スタッフの方、全員でですかね、うん、先生抜いてですか、先生抜いて、はい、抜いたら、1、2、3、4、5、6、
6、7人かな。じゃあ2人減りましたね。前、去年5人いた、いらした。そうかな、そうかな。全員合わせて、すごい。10人かな。全員合わせたら10人です。あの、先生も全部行って。すごいなぁ。やってみたけど、こんなにはね、こんな長時間、ちゃんとしてないんですよ。多分ちょっと、この隙間ができちゃったりすると不安定になって、バタバタってある。暴れちゃったりすると思うんですよ、ね。あとはちょっと撫でて落ち着かせながら、この人3時間ぐらい撫でてってね、毎晩やってハゲたんですよ、この人。3時間、ね、テレビ見ながらこう、それでで、じっとしてんですよ。毛が抜ける時期とかだったんですかね。ああ、毛が抜ける時期ですね。毛がハゲたね、頭撫ですぎてハゲちゃう。そうですね、皮膚から毛が離れるのがすごい緩い動物なので、テレビ見ながらね、すぐ剥げちゃったりします。でも1週間ぐらいで感冒だったら生えてくるので、下から、うん、ちょうど丸く剥げてフランシスコ・ザビエルみたいになったんでフェイスブックにアップしたらいいねってたくさんの人が言ってくれましたすぐ生えてきました。はい、ですよね。なんかフケとか周りについてたりしたらちょっとカビの一種の真菌かもしれないけど、でも大変だ、ただ抜けて毛感冒だったら大丈夫、生えてくるので。ウサギって目開いたまま寝てんですね。そうですね、警戒心の強いウサギ。前のラブちゃんもね、目開いたまんまこっちの時は。すごい、すごいな、すごいね。ラブちゃんよかったね。よいしょ、こ、ね、お尻を見てね、おしっこ、よいしょ、あ、あ、ありがとうございます。お耳いつも綺麗にしてるんですけど、はい、赤とか溜まってないかちょっと点検をお願いします。溜まってるようだったら掃除します。本当におとなしくしてる。やっぱり人を見るんだね。そう、耳なんか見たらえらい騒ぎのうちなんか。ちょっとだけこの辺に少しありますけど。ああ、その減りがね、取れないんですよね。暴れるし。そうですね、これもちょっとある。昔ね、さくらさんっていうね、あの方がいてね、はい、その伝説の看護師さん、大好きだ。全て の、 あの動物が従う白雪姫みたいなすごいの。あ、帰らないの。え、帰りましょう、ね、帰ら、はい、どうもありがとうございました。あら、帰らない。じゃあお泊まりだよ、うん、こんにちは。